ゼロ。お疲れ。一人で彼氏です。同じくです。リードしてくれます。なんか痛くないとか優しく聞いてくれたところです。あ、やだって言ったことはやめてくれるところ。そう。7人で0。7人なんだ。そう。7、8、9。1人で。1人に1人です。彼氏です。元彼です。一番よくはなかった。わかんない。初めては別に彼氏でよかったかなっていうだけ。私は、わかんない、そういう雰囲気になっちゃって、初めてしちゃったみたいな、ワンナイトだった、その人初めては。その人がでも言っちゃう、あの気持ちがあった。シンプル。言っちゃった、ね、はい。今、30人くらい。彼氏は、鬼タイプだったり、タイプじゃなかったり。なんか自分が自暴自棄になってた時にちょっと増えちゃった感じ。片手に収まって全員彼氏です。一番良かった人はフィリピン人の元彼です。動きが良かった4人の彼氏が3人。1人はシューハロで会った相手。3番目の彼氏。まずリードしてくれたから、あり。リードされるの好きだから、3人目かな。私はちゃんと真面目なんで、3人のうち彼氏3人。全員彼氏。そうです。あれ16で、彼氏なのは1人。ネット。ネットかナンパか、みたいな。一番目が、一番相性いいけど。よかった。やべえ、いっぱいいる。あの人じゃないの結局は。あの人って彼氏か。彼まあ、元彼。いや、でも、2番。1番の一番は、何人目何人目が覚えてないんだよ、どんくらい大体。11人目ぐらい。あ、大阪から来たわ。このマジでやばかった。マジでえぐい。チャンネル登録お願いします。